はい、どちらかってます。はい、クリアブルーさんから。ありがとう。クリアブルーさん、面白い。私、匂いフェチなんです。うん、特に木製品や紙の匂いが好きで、これはいい匂いがするかもと思ったら、雑誌やチラシ、封筒、診察など気づいたら鼻に近づけて匂いを嗅いでしまってるんです。へえ。家ではまあまあ、なんで今匂いしたのって、まあまあ、なんで今匂いしたのって聞かれるんで、見えない場所で嗅ぐように気をつけています。だっておしゃべりだから、あお子さんがね。家でのことは娘の友達に筒抜けなんです。あー、そっか、うん、匂いフェチ、しかも木とか紙の匂いが好きって面白いね。うん、でもなんか木の匂いが好きっていうのは分かる気がする。あー、ヒノキとかね、うんうん、あとはヒマラヤ杉とかいい香りするね、確かに、うん、あと紙はなんか本の匂いとか、うん、いい匂いするのあるね。好き、確かにね。だからやっぱ本も電子よりも手で一枚一枚めくって読むのが好き。あの紙の匂いは確かにいいな。あのなんかね、肌触りというかね、質感というかね、うんうん、まあ、匂いで、あとは紙の匂いってなんかある？まあ、匂いがついた紙ってのあるけどね。でもそういうのも独特好きな人いるんだろうね。そうね、みんな違うからね。これは全然いい匂い。今Qシートの匂いいい匂いじゃないじゃん。メールの匂い、まあ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 ね。でも何かをこう鼻つけて匂いするってないね、うん、いや食べ物に関してあるでしょ、結構匂い嗅いでる僕。嗅ぐ？あ、本当？うん、全くな、何かわからないの。例えばソースとか置いてあって、これ醤油、いやいや、ウスター、うーん、醤油っぽいな、でもウスターっぽいなって、嗅いだりとか。マリも味見する、ちょっと味見しようってすぐ。あ、ほんと、うん、あ、そっか、香りでも分かるね。分かるよ。なんかいい匂い、明らかに、例えばコーヒーの香りとかはもう思いっきりってやるんだけど、うん、アロマとかそういったのはするけど、うん、あんま匂い嗅いでないなと思って。食べ物の？食べ物の匂い嗅いでない。食べ物の匂い嗅ぐね、もったいない。ほんとだね、うん、鼻あるのに、せっかくね、うん、いらないんだったらもう誰かにあげたもらった人は恐怖でしょうけどね。なんでこれ、鼻が届いてる。怖い。プレゼントでラッピングして可愛く、鼻が届いてる。もらった人は恐怖でしょうけどね、まあ、でもどうしてもいらないって言うんだったらもういる、誰かにあげたら、いります、はい、いっぱい買ってきます。はい、りんたろーさん、まりさん、こんちゃ、ラジオネームゆうきです。鼻が届いてる。お母さん、鼻小包み、はいはい、本当に届いてるね。プレゼント当たったんだね。じゃあ分かった、2人のサイン入りで。一応お母さん希望したんだけどさ。ミュージックアットマーク、住所、名前、携帯番号書いて送りくださったんですね。怖い怖いね。ゆうきさんのね、はい。